行き先はっと。行き先はっと。さーて、どこに行こうかな。ちょっといいかい？どうしたの先生？何か困ったことでもあった？ううん、困ったことじゃないよ。むしろ嬉しいこと。実はラースの里親が決まったんだ。裕福なご家庭で、しかも優しいご両親でね。だからラースとはそろそろお別れになる。そっか、ちょっと寂しくなるけど、よかったね。走行パーティーを開こうと思うの。うちでパーティーといえばね。うん、もちろんカレーだよね。で、カレーといえば、ルルアにお任せというわけだ。今回は材料調達もお願いしたいんだけど。もちろん任せてよ。それじゃあパパッと集めてくるね。はあ、よろしく頼むよ。
暗くなってきたね。見ていくかい？どれにするんだい？これでいいかい？ありがとう。これでいいかい？ありがとう。またいつでもおいで。が決まって良かったと思ってる。嬉しいし幸せになってほしい。その気持ちに間違いはないの。でもやっぱり寂しいの。私にとっての家族は育児院のみんなだから。家族が減っちゃうような気がして。私にはお母さんができたけど、それでもエーファとは本当の家族のままだからね。本当の家族。エーファどうかした？でもない。ありがとね、ルルアちゃん。元気が出たよ。さてと、そろそろカレーの準備を始めなくっちゃ。ラースとみんなが喜んでくれるような、みんなが幸せになるようなカレーを作らないと。その息、私も手伝うから頑張ろうね。うん、
しいパーティーにしないとね。行き先は